ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと、をレビューします。ランマ2分の1が無料ということでサンデーウェブリを入れたらこっちもなかなかに面白かった感。連載誌はサンデー GX ですね。ブラックラグーンとかやってるところです。任侠転生、知らんな、というか同じ作者の今はの国のアリス、がいつの間にか終わっていたことにちょっと驚き、仮面ライダークーガって20年前なんだぜとかと同じような時の流れを感じますねー。さて本作、ゾンビ漫画ではあるんですけれども、既存のゾンビ作品にはなかった、ギャグゾンビ作品みたいなテイストがあって、これだけですでにオリジナリティがありますね。ともすればショーン・オブ・ザ・デッドの次くらいには面白いと言えるかもしれないし、そうでないとも言える。はぁ、何言ってんだ、それおかしいだろジャップ。忌憚のない意見ってやつっす。では裏筋から、3年前にとある企業に入社した新人くんは、美人で優しい先輩や、気のいい先輩職員たちに囲まれた当日に徹夜で残業を行わされ、結局家に帰ることができたのは入社から3日経ってからだった。人生の悲哀を感じますね。そう、ブラック企業だね。会社には社員に優しい制度がいっぱいあり、社員さん同士では常に闘争心を持ち互いに残業時間を高め合っており、残業山盛り5年目の先輩は手取りで21万円も稼ぐやり手であり、リーダーはとっても気分屋で1時間ごとに言うことが変わっちゃうんだ。さらに教育熱心でもあり感動のあまり泣き出す人も続出。とっても素敵な職場だね。さらに心の拠り所であった美人の先輩は社長の愛人で会社でやり始めてもいたのだ。そんなこんなで心身喪失となり自分がブラック企業で働いているという意識も消え、道端で肩がぶつかったポストさんに丁寧に謝る状態にもなってしまったぞ。はい、じゃあゾンビアポカリプス発生します。じゃあ会社に行かなくていいんですか。やったー。目に映るのは青い空、鮮やかな緑、そして真っ赤な地。世界はこんなにも素晴らしい。会社に行かなくていいとなれば、やりたいことはいっぱいあるわけだが、とりあえず思いを寄せていた社長の愛人に告白しに行くかと外に出かけるのであった、という話ですね。本作はスタート地点を現代日本の最底辺と言っても差し支えのないブラック企業勤めとし、その現状に対してゾンビアポカリプスを起こすという点が非常に素晴らしいですね。これにより通常は史上最悪のパンデミックとなるはずのゾンビアポカリプスという状況が、本人的には言うほど最悪にはならず、またブラック企業に勤めていた時には、やりたくてもやれなかった数々のことをこれからは行っていきたいという目的もできて、直後によほど変な進め方でもしない限りは面白くしかならない土壌ができていますね。直後に変なことをしそうな言い方だって、いや別に。だってこれナローじゃないし、ナローだとこの直後にチート能力を得てハーレムを押し出してクソ一直線なわけですが、ナローではない普通の作者による普通の作品なんですから、まあなりませんよ普通。一応第1話の範囲内で言っても、思いを寄せていた例の社長の愛人に会いに行って、そのついでに物資の補給もしようという流れになっていますからね。変なのだと、そもそも物資の補給という合理的な判断はセットにしていないでしょうし、愛人を囲っていた社長の方はともかく、愛人の方は生きていて股を開くでしょうしね。あ、結局愛人は社長と一緒に永遠に仲良しさんになっていましたよ。ハッピーエンドですね。さらに言うと、今後もこういったギャグ一辺倒だとマンネリ化して質も下がっていくのですが、本作の場合はこのあたりもうまい塩梅で調整していてその点でもグッドですね。物資の補給に行くついでに、お隣さんの分も一緒に取ってくるという約束を、ギャグっぽく軽いノリでやるんですけれども、帰ったら部屋が血まみれになっていたりね。このあたりのギャグとシリアスの塩梅が絶妙ですね。ゾンビアポカリプス特有の、破滅感だとか、自利品感だとかは残しつつも、その世界でポジティブに生きようとする、ここのバランス感覚があるので、ギャグ一辺倒にはならず常に浮き沈みをさせており、それと合わせて主人公が今後やりたいことという大目標が常に一緒にあるので、話の進行、小エピソードの質の両方が常に保証されている点が非常に良いですね。後が力も高いですしね。雑誌連載なだけあってちゃんとアシスタントはいそうですし、
いつも私が摂取しているお仏どもとは最低限の質からして別物ですよ。ええ、それに今後出てくるヒロインや仲間もちゃんとキャラが立っていますしね。主人公がゾンビ世界でポジティブに生きる全振りといういわば極振りの状態にあるので、適当なキャラでは主人公が持つ破天荒さについていけなくなりますからね。その点において、仲間のキャラ設定は非常に良いところをついていると思いますね。具体的には、ヒロインは超合理主義でリアルで意識高い系であと露出が多くてエッチですし、仲間になる男性はコミュ力激高だけど常に空虚感は感じていてよく脱いでエッチですし、うまいこと設定していると思いますね。特にこの主人公はブラック企業に勤めていたという、強力なバックボーンがあるので、つまり物語開始時点の主人公においては、仕事ができる、だとか、合理的思考、だとかの能力がすっぽりと抜けていて、つまりここの主人公に欠けている能力をちょうど埋める形でのキャラ設定がされており、それによってキャラ同士の会話一つをとってみてもそれぞれの価値観の違いを元にした、起伏に富んだ話が展開されるので、読んでいて非常に楽しいですね。それに主人公は最低から始まってこれから満たされ続けるだけの状態にある一方で、仲間たちはある能力は高いけれど欠けている能力や人生経験がある、という状態にあり、ひたすら満足に向かい続ける主人公に触発されてその欠けを埋めていくという、いわばキャラの成長の面でも楽しみがありますね。やはり話を作る上では、全員が均一な能力であるよりかは、それぞれ別のプラス能力マイナス能力を、それぞれの形で持っている方が面白いものはできやすいですね。つまり初期設定からして、今後の話の展開のさせ方というものを見据えたものになっていると言えるでしょう。それに単行本特典かどうかは知りませんけれども、お隣さんの顛末とかの、サブキャラ話の補完みたいなものもあってそのあたりも丁寧ですね。まあ私はその話、あんまり好きじゃないんですけれども。理由はまあ、いろいろありますが、間接的に主人公の今後を決定づけた事件の当事者が実はというのはちと台無しかなと。まあこの辺は好みですかね。私は好きじゃないって話ですね。それで、タイトルにあるやりたい100のことっていうものについては、主人公が、ゾンビになる前に人生の心残りを一回で書き出したものではあるんですけれども、この時は30個くらいしか書けなかったんですね。残りの70個くらいが、おいおいおい埋まっていくんですけれども、ここの演出も見事というほかありませんね。初期設定、演出面、ストーリー面、キャラ面すべてにおいて一貫した道筋があり、作品に真摯に向き合っている感はやはりプロって感じですね。お見事な出来です。あ、そうそう。スタート地点は東京ですね。この作品は大抵のゾンビ映画よろしく、最終的にはゾンビの少ない郊外に向かい始めるんですよね。これについては、まあ大抵のゾンビ映画、というか長編ドラマのウォーキングデッドとかにおいてそうなので、別にそれ自体はいいんですけれども、大抵の場合って、郊外に行ってしまうと、ゾンビの絶対数が減るため、相対的に人間の比率の方が大きくなってしまい、ゾンビそっちのけで人間ドラマをやり始めてしまうんですよね。こうなってしまうと、結局ゾンビがあまり関係のない話になってしまって特異性が失われるんですよね。そしてさらに生き残った人間で防衛拠点も作っていたりして、そうなると、ここにゾンビを侵入させようとすると、地上のもつれからわざとゾンビを招き入れたり、クソ無能野郎が見張りなりメンテナンスなりをサボった結果ゾンビが侵入したりだとかの、そうはならんやろなっとるやろがい、要素が入ってきてしまい、そしてこの要素は、その不自然さから面白さの減少につながりやすいものであるので、ゾンビもの郊外脱出を使用する際には注意を払う必要性があるんですね。その点において、本作においてもちょっとだけその匂いがするところがあるんですよね。具体的には、東京から脱出する際に他の生存者に罠を仕掛けられて捕らえられたりするところね。さらに要塞化もされててね。ここについては一瞬、お、やっべ、ってなりましたね。まあなんだかんだその中で主人公の心情がなんだかんだあって成長をしたりはするので、ちゃんと面白いことは面白いんですけれども、他と比べるとそうはならんやろ感が、ちょっと強かったですね。
ゾンビが侵入して云々の問題も入っていましたしね。でもまあ逆に気になるのはそこくらいですね。一応今も連載中なので、今後どうなるかは、判断がつきませんので、やっぱり作者さんには、もっと究極のゾンビ、研究してほしいですね。あ、そうそう。本作はただのゾンビものにはないボス戦みたいなのがちょいちょいあるんですよ。最初のボスで言うと、陸上ゾンビシャークね。ここは作者さんの B 級映画研究が、うまいこと出ていたと思いますよ。これも長編ゾンビ映画の欠点ではあるんですけれども、主人公側が防衛拠点を作るなり物資を集めるなりで性能が上がっていくのに、ゾンビ側は性能が一切上がらず一定の能力になってしまうっていうね。まあもともとからして、ゾンビは人間を一撃必殺にできるのでこれ以上の強化をすると勝てなくなるという、そういう背景はあるんですけれどね。その点において陸上ゾンビシャークを序盤に出したのは、読者側に、本作の読み方はそういう感じでいいんだ、という印象を植え付ける意味でも、いい選択だったと思いますね。シリアスでもなくギャグでもないオリジナル作品だという印象を、ちゃんと作品内に入れているのは非常にいいと言わざるを得ませんね。あとはブーマーとスピッターとハンターとタンクを出すだけやな。総評ですが、ゾンビ漫画の中では一番個性があって非常によろしい、ですね。主人公の初期設定もいいですし、そこからの話の展開のさせ方もいいですし、ヒロインもエッチですし仲間もエッチですし、サメ要素で B 級映画補完もできていて完璧。あとはまあ、今後人間関係全振りにならないように祈るだけですね。言うて今現在、9巻まで出ているんで、仮になっても今更感はありますけれどもね。多分、なったらその時は終わる時ですしね。あまり心配する必要もなさそうです。以上です。ほな、また。